こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、アートスクール特集でございます。最近ね、10年ぶりぐらいにね、アートスクールなんかわかんないですけどハマってまして、めちゃめちゃ聞いてたんですよ。で、そしたらね、この前、てか昨日ですね、アートスクールが6月にね、5年ぶりとかそんぐらいですね、はい、アルバム出すってことで、なんかめちゃめちゃタイムリーだなと思ったんで、アートスクールの動画撮りたいなと思った次第でございます。僕はね、アートスクールも中学ぐらいからずっと聞いてまして、もう15年以上、これまたね聞いてるんですけど、ここ最近ね聞き直して、まあ、こういうことがやりたかったのかなっていうのを改めて思ったので、そういうのをね、織り交ぜていければいいかなと思います。で、今回2期までやろうかなと思います。皆さんのアートスクールのね、思い出の1枚とか、まあ思い出あれば、コメントの方でお待ちしてます。それではいきましょう。アートスクールは木下力を中心に2000年に結成されたね、オルタナティブロックバンドでございます。で、初期のメンバーはね、ボーカルギター木下力で、ドラムは桜井さんで、ベースはテナーやってるね、ひなっちで、ギターもテナーやってる大山さんという4ピースバンドでございましたね。木下力がソロで活動してたんですけど、それをねバンド編成にするって感じで、アートスクールという名前で活動するようになりましたというところですね。名前なんでアートスクールなんだってところなんですけど、90年代のねローファイの名バンド、ペイブメントっていうね、US インディーのバンドがいるんですけども、ペイブメントの影響というか、ペイブメントのことをぼんやり考えて、やったのが、アートスクールという名前になったという感じだそうです。はい、アートスクールの、特徴なんですけども、オルタナ的音をですね、かなりシンプルにして出すっていうね、邦楽におけるオルタナティブロックを浸透させるっていうところで、かなりこの役割っていうところは、でかかったのかなと思います。アートスクールのもう一個の、功績としては、バンドマンのイメージをこう変えたところだなと思います。まあ、一個のよくあるバンドマンの見た目のイメージですね、マッシュルームでスキニー履いて T シャツみたいなイメージあると思うんですけど、そういうイメージはね、もう完全に木下力から来てるんでと思うんですよね、僕は。そういうね、バンドマンのイメージもちょっと変えたってところで、この人の影響はやっぱでかいんだなと思いますね。アートスクールの音楽の特徴なんですけども、まあ、ニルバーナの影響を受けてるっていうのは、まあいろんな人が言ってるとは思うんですけども、まあそれよりももっといろんなとこから影響を受けてるなとは思うんですよね。っていうか、まあ80年代以降のオルタナティブロックの影響ですね。まあ UK も US も問わず結構いろんなとこから影響を受けてるなと思うんですけども、でもニルバーナより影響でかいの、僕ゲットアップキッズの影響でかいんじゃないって思うんですけど、どうすかね。はい、ゲットアップキッズとか、まあ初期エモですね、ジミートワールド、ミネラルかな、あの辺の影響がねかなりでかい気がするんですよね、僕的には。あと UK インディーかな、 UK のクリエーションレーベルですね、あの辺の影響ですね。まあティーンエイジファンクラブ、ジザメリー、アイブラはないかな、ライドとか、あの辺の影響はめちゃめちゃあると思います。あと、まあ結構ね、木下さんこうね、アーム使ってノイズ出すところで、意外とマイブラじゃなくてソニックユースかなと、まあ意外でもないか、はい、ソニックユースの影響がねまあまああるかなというのも感じますし、2期の後半になってくると、ニューウェーブリバイバルですね、まあブロックパーティーだったり、あの辺の影響もかなり入ってくるという感じでございます。あと木下さんのね、マッシュルームヘアってところでも、やっぱねゴス、キュアとかね、あの辺のゴスっぽい感じもやっぱ漂ってくるなっていう、まあ歌詞の面でもそうなんですけど、まあそういう面もあるかなと思います。はい、で歌詞なんですけども、歌詞はねやっぱ外国、海外文学の影響がかなりでかいかな。あとはまあ普通に太宰とかね、あの辺の結構うつうつとした文学の影響がかなりあるかなと思います。で、まずね、車輪の下っていうね曲があるんですけども、これもヘルマン・ヘッセのね、車輪の下っていうね、小説から撮ってるというのもあるし、ノルウェーの森とかね、あの辺の村上春樹のなんかこうなんかうつうつとしたね、感じと、あとなんかセックス描写ですね、あの辺の影響というか、テーマとしてあるのはやっぱ生と死っていうところなんですけど、死を感じるね、もう絶望みたいな歌詞もありながらも、まあセックス描写とかを絡めて、まあ生
性描写っていうとやっぱそのね性の渇望ってところですから、やっぱどうあがいても生きたいみたいなねそういうものが、浮かんでくると思うんですけど、はい、その生と死っていうところがかなり描かれる歌詞かなと思います。あとは、映画ですね。木下さんやっぱ映画がねめちゃめちゃ、まあ、かなりのシネフィルだということでね映画の引用も多いんですけど、キリングミーソフトリーとかねそこなんだみたいな、キリングミーソフトリー撮ってくるんだみたいな感じするんですけど、確かに言われてみたら結構ねまあ、ミステリーっちゃミステリーなんだけど、この性愛みたいなね、かなり過激な性描写が出てくるので、ポンヌフの恋人とかね結構好きそうな感じが勝手な推測なんですけど、フランス映画周りが好きそうな感じもありますね。まあかといってでまあ、チェーンソーマン読んでるみたいなねインスタの投稿もあるんで結構 B 級映画も好きそうだしっていうね、まあ、かなりシネフィルな面がありますよという感じでございます。で最初がね2001年に出ますねソニックデッドキッズです。はい、こちらがねかなりローファイ、めちゃめちゃローファイですね。やりすぎなぐらいローファイなんですよこれね確かにペイブメントから影響を受けたって言ってたんでローファイになるのはわかるっていう感じですね。はい、っていう感じの初期のインディーの作品になります。まあここもねかなりずっとやってる曲も入ってたりしますね。フィオナアップルガールネガティブ、まあ社用とかもね結構やったりしますよね。で音像はねかなりローファイなんですけども、この1枚からねもういきなりね結構エモなんですよね。大山さんが結構その初期エモ周りが好きだったのかなって感じしますね。若干テクイ初期エモっぽいアルペジオがあって、木下力のパワーアップコードが入ってくるっていう感じの構成になってます。むちゃくちゃ簡単なんですよね初期の曲って。こんなシンプル、もうベースもめちゃめちゃほぼルート弾きだし、まあ、ギターもパワーコードとアルペジオで、まあ、ドラムが結構印象的ちゃ印象的なんですけど、まあ、グランジっぽいドラムを叩くんですけど、 US UK インディーの音をこんなに簡略化して邦楽に落とし込むっていうのは今までになかったし、これ以降も多分ない。ここまで簡単にしてるバンドってなかなかないと思いますね。これ面白いポイントですね。あ、で6曲目のサンデードライバーとかね面白いんですけど、コード進行はねニルバーナのドレインユーなんですけど、最後の方の歌メロがねウィーザーのねバディハリーなんですよね。はい、こういうところがあって面白いっていうのもありますね。こういう目くばせもあったりしますたまにね。はい、次はミーンストリートっていうねミニアルバム出すんですけど、前作のあったねローファイ感はかなり減ってね、結構聴きやすくなってます。はい。この、作品もね、名曲ありますね。ニーナのためにがあったり、ロリータ・キルズ・ミーが入ってたり、まあ、ガラスの墓標もそうか、まあ、初期の名曲がね、かなり入ってますね。ロリータ・キルズ・ミーなんて、ゲットアップ・キッズのね、ファーストの、曲の質感ですね、完全に。疾走感があって、アルペジオで押していって、サビでバーストしていくみたいなね、展開。その初期エモの影響がかなり伺える。1枚ですねこちらも、ここでね結構かなり代表曲ミスワールドっていうねシングルが出ますね。はい、もう完全に世界系ですね。君がなくしたら、僕は死ぬだけみたいな歌詞なんですけども、まあそういう感じのね歌詞が今後どんどん増えていくんですけど、まあ音的にはねかなりなんでしょう、完全にジミートワールドの、スイートネスっぽい中盤の感想の展開とかね結構もろに一緒だなと思ったりするんですけど、まあこういう感じでバックボーンが伺えて面白いっていうのと、単純に、キメがかっこいいっていう曲になってます。はい、これはねマジで聴いてほしい1枚というか曲になってます。これはねシングルよりねライブ版の方が良かったかもしれない、うん、っていう感じでございます。初代曲ミスワールドもいいんですけど、僕はねステートオブグレースって曲がめちゃめちゃ好きでしてね、ぶち上がる曲じゃないんですけど、うん、歌詞がすごく好きなんですよ僕は。君の息はただ真っ白だ、それはなんて悲しい色だ、君の息はただ真っ白だ、それはなんて綺麗な色だ、草原の上怯えた鳥が一夜落ちて砕けて消えた、だけど何も恐れないさ、君はとても素敵な人だ、というね。アートスクールでこんななんか明るいっちゃまあ違うんですけど、結構こんなにこの可愛らしいというか希望がある曲ってのがなかなかないんで、結構これは聴いててグッときましたね。サビの歌詞もいいんですよ。メロディー、おかしな話、俺に話して、メロディー、真夏に枯れたあの花のこと話してっていう、なんだろうね、もう話せないんだなってのわかるし、ないものに対してこう話しかけてる感じがすごくあって、この絶妙に言語化しづらい、感情が湧いてくる曲だなと思いますね。アルバムメインでやってくって言っといて、初期はねアルバム出すまでに結構時間があるんで、結構 EP 紹介しちゃってるんですけど、次も EP ですね。シャーロット EP が出ます。こちらもね、まあシャーロットっていう曲はね同名曲なんで、それだけでも聞く価値あると思うんですけど、まあ、シャーロットはね、木下力のお母さんがね、亡くなって、それで作った曲だそうですね。はい。で、この曲はね、まあ、
アートスクール代表する曲でもありますね、もはやね。フェイドトゥーブラックですね。こちらもかなり、エモな展開になっております。まあそうだね、ファースト出るちょい前ぐらいからね、かなりギア入ってくるんですよね。はい。この辺から、かなりアートスクールらしさっていうもの、うつロックって言われますけど、うつうつとしたね、どん底みたいな歌詞でありながらも結構曲は疾走感あって、エモいっていうね。で、たまに完全にニルバーナオマージュの曲も入ってくるみたいなね、こういうね曲の振り幅がかなりあって面白いんですけど、でやっとファーストが出ます。レクイエム・フォー・イノセンスですね。こちらファーストなんですけど、ファーストはねもう超怒涛の一枚、めちゃめちゃゴリゴリに押していきます。ボーイ・ミーツ・ガール・リグレット・ディーバ・車輪の下というね、ここまでもう超ゴリ押しでいきますね。その前にあったね EP カーの曲もフーリッシュ・シャーロットだったり入っております。はい、っていう感じですね。これはもう聞いてほしいんですけども、サブスクにないんですね。これはなんとかして聞いてほしい。まあ入門に最適なんじゃないですか。勢いがあるアートスクールを聞きたい人はレクイエム・フォー・ドリームじゃなくてレクイエム・フォー・イノセンスですね。これを聞いてみたらいいんじゃないかなと思います。でアルバムリリースしまして、この後にかなり重要なね、一枚が出ます。スワンソングっていうね、こちらシングルというかまあ EP の括りでいいのかな、はい、出ます。これが凄まじいんですよ。はい。この一枚でいいです。もう、アートスクール。僕ももうこの一枚で大満足ですね、アートスクールは。陰と陽、もうどっちも入ってるアルバムになってます。一曲目、リリーっていうね、曲から始まるんですけど、もうこれ以上暗い曲ないんじゃないかっていうぐらい、暗い。もういきなりイントロから超暗いんですよね。レディヘッド、ポーティスヘッドを通ってきたニルバーナみたいな感じ。結構統制された音なんだけども、普通のニルバーナよりもさらに暗いっていう。で、このアルバム表題曲ね、スワンソングが最後に入ってるんですけど、スワンソングがね、僕アートスクールで一番好きな曲になってますね。この曲マジで最高です。で、PV もいいんですよ。まず PV で、あの女の子がね、あのヘッドホンで、アートスクールの曲を聴いてるっていう体なんですけど、まずね、オジオズボンの T シャツ着てるっていうね、まあそれはあんま関係ないかもしんないけど、部屋にあるね、レコードが、サイコキャンディと、ティエイジファンクラブと、ラーズね、その、まあ、あともう一枚あったと思うんですけど、そのレコードが置いてあってね、ああ好きだよねっていう感じ。うん、このなんだろう、しかも曲もね、アートスクールのなんだろう、今までにない曲調というか、ここまで あのスミスとかあの辺のねネオアコの雰囲気が漂う曲ってそんなになかったと思うんですけど、イントロと A メロね、完全にこのコーラスかかったギターがずっと鳴ってるっていう感じで、かなりネオアコなね、展開というか曲調になってたかなと思います。イントロがね雑踏の音が入ってて、それがサンプリングされてずっと流れてるんですけど、こういうことね今後アートスクールやっていくんですけど、それの走りがここだったかなと思いますね。これを機にアルバム出した後ぐらいから、路線が変わってくっていう感じのイメージなんですけど、まあこれ歌詞もすごく好きですね。腐り切った感情で僕は今日も生きている、どうでもいい、でも一度心の底から笑ってみたいんですと。苦しくて逃げ出して、心ならとっくに焼け落ちた、這いつくばってみっともないな、でも今日はそんな風に思うんですっていう、もうどん底なんだけども、なんか希望があるんですよね。なんかどうでもいい、でも一度心の底から笑ってみたいんですっていうところなんかね、もう完全にこの、生きたいっていうね生への渇望の表れかなというのがあるかなと思いますね。まあこれは聞いてみてほしいけど、このスワンソングはですね、またないんですよね。サブスク。ないんですよ。なんで、まあこれも、この PV もね、YouTube になんか探したらあると思うんで、これ一押しの曲です。これぜひ聴いてみてください。ラブヘイトが出ます。まずタイトルなんですけど、ラブヘイトですね。これ、あの、狩人の夜っていうね、昔の映画がありまして、そのね、殺人鬼の牧師がこうね、ここにラブヘイトっていうねタトゥーを入れてるっていうね、多分そっから撮ってると思うんですけども、でまあ曲に関しても、まあ、いきなり水の中のナイフか、あーもうこれライブ定番のね水の中のナイフっていうね曲から始まります。でイービルもあってモザイクと、まあこれもまた飛ばしていくアルバムですね。まあ序盤は結構ゴリゴリでいくんですけど、まあイービルなんてねもう完全にニルバーナなんですけど、はい、ニルバーナでありながらもね結構気にすんなって言ったりしてね、結構ニルバーナオマージュの曲の割には、歌詞自体はそんなに暗くないというか、
はい、そんな感じはしますね。そんなのありつつ、僕好きなのはスカートかな。あとプールサイドも好きですね。スカートとかね、結構アコースティックでやってるライブがあってね、そこはすごいかなりねグッとくるんですよ。アンダーマイスキンとかね、未だにライブでやったりしますもんね。これかなり、まあベースラインがね特徴的な曲になってます。ファーストでは統制されたね、もうこれじゃなきゃダメみたいな、感じの、アレンジになってたんですけど、この2枚目からね結構アレンジもね幅が広くなっていって、でベースラインもね結構このアンダーマイスキンとかそうですけど特徴的なベースラインがね、できてきたりしたかなと思いますね。はい、でラブヘイトをリリースしまして、ひなっちとね大山さん、これで脱退しますね。新しくねここで、ベースに宇野さん入って、ギターにトディが入るんですけども、でメンバー変わりまして、で初めてねミニアルバム出しますね。スカーレットっていうアルバムです。はい、こちらが素晴らしい。まず表題曲スカーレットね、これがね、まあこっから完全に新しいアートスクールの第2期の音、初期エモっぽさはかなりここで減っていきますね。だから本当に大山さんが、初期エモ好きだったっていうことだと思うんですけど、まあトディになってかなりこのなんでしょう、アートスクールとしか言いようがないギターなんですよね。いろんなオルタナの音楽からの影響がかなり伺えるというか、まあポストロックは完全にあるかなと思います。今後の展開も考えるとポストロックの要素もあるかなと思うし、結構ね打ち込みが入ってくるんですよね、この辺から。打ち込みというかサンプリングですね。まあそういうのも今後は増えてきます。本当にザ・アートスクールな曲っていう展開と歌詞っていう感じ、これは代表曲ですね。でまあクロエがあったり、タランチュラもね、かなりタランチュラはね完全にあのグランジ曲になってますね。まあレインソングも、まあレインソングはかなりエモいですね。初期エモっぽい、まあミネラルっぽいかな、うん、このミネラルがね全体的に通してまあかなりまとまりがあるかなという感じですね。で次がロストインザエアですね。このロストインザエアはね、あのピアノを基調としたピアノメインの曲になってます。これはまた珍しい曲ですね。これもリリーに匹敵するんじゃないかぐらいのかなり暗い、まあ暗いけど結構ポストロック的なね、解釈がかなり入ってて面白い、曲になってます。面白いというか、まあこれ普通にかっこいい曲ですよ。まああんまライブでやんないんですよね。ライブで聴いてみたいんですけど、入れ墨は結構ライブでもやってますね。はい、っていう感じですね。まあこの、スカーレットとロストインザエアはですね結構姉妹的な感じで、後にミッシングっていうねアルバムが出るんですけど、そこにね、スカーレットとロストインザエアくっついて新曲2曲追加して、できたアルバムっていう感じで、まあ2個を1個にしても大丈夫なぐらい世界観がつながった1枚となってますね。っていうところで、まあミッシングもね、おすすめのアルバムであります。はい、かなりね、こう過渡期感があるっていうか、これ僕結構聞いたなっていう記憶ありますね。かなり音でかい、ギターロックだし、まあポストロックのね、ロストインザエアも入ってたりして、かなり面白いアルバムでありますね。パラダイスロストっていうねアルバムが出ます。これでねメジャーに帰ってくるんですけども、これ僕一番聴きましたね。今でも好きかな一番これが、これはですねグラスゴーでレコーディングしてまして、モグアイのメンバーも参加してたりしますね。はい、なんかドラムの音とかね結構バキバキなんですよね。はい、結構歪んでて、通常のね日本のなんだろう、もう本当に整理されたミックスじゃないね、若干癖があるミックスでね僕は好きなんですけど、まあさっき言ったサンプリングですね、そこをねかなり取り入れてるアルバムですね。まあこのアルバムに関してはグランジっぽさはマジでないですね。まあ全体的にまあ2000年代以降、まあ90年代よりは2000年代以降のまあポストロックの影響はかなりあるかなと思います。まああとこのアルバムね、クロエ、まあ前のさっきのねミニアルバムに入ってた曲を持ってきてるんですけども、これファンクな曲になってますね。はい、木下力はねもともとなんかプリンスもともと好きだったそうなんで、そのねファンクっていうところがここで初めて入ってきます。でこれ以降ねアルバムに1曲はねファンク曲が結構入ってくるようになっていきますね。で、題名曲あと10秒でが入ってますと。はい、あと10秒ではもうこれ聴いてほしいよ。これもまたのサンプリングを使っている曲で、アートスクールには珍しい四つ打ちの曲になってますね。コード進行むちゃくちゃ簡単、こんなに簡単でいいんだって思います。こんなに簡単でオルタナになるんだっていうねある種発明なんですけど、後半になるとねもうぐちゃぐちゃなノイズも入ってきたりして、かなりオルタナな曲になってますね。でこの PV はね、あの青い春とかねやってる監督のトイラさんがね PV 撮ってますね。まあいろんなところのカウント10秒をねいろんなシチュエーションで撮ってるという感じの PV になってます。これは公式で上がってるのかな、まだあれば、
ぜひ見てくださいという感じでございます。パラダイスロストぐらいまではね、本当にヒリヒリしまくるね、もう逼迫した、音像になってますね。めちゃめちゃもう追い詰められまくってる、音になってます。そういうところがね、アートスクールのいいところだなと思いますね。やっぱ聞き直してみて。次がフローラですね。こちらはですね、アートスクール史上多分一番ポップなんじゃないですか。初めてプロデューサー、外部の人をね、プロデューサーで呼んで、やったアルバムだそうでね、かなりポップな一枚になってます。で、テュペロハニーが入ってますね、このアルバムには。テュペロハニーもポップだけど、なんかコード進行がね、かなり妙なコード進行してまして、それは面白いなと思ったりしますね。あ、そうだ、で、このアルバムで言うとかなりね、シンセの音とかも、ちょいちょい入ってて、ちょっと変わっていきたいんだろうなって気がかなりあるアルバムかなと思いました。で、ここでね、フローラ出した後にね、桜井さんが脱退しまして、で、新しくね、鈴木さんが入ります。で、出たアルバムが 14 Souls ですね。はい。14 Souls はね、パワーポップ的展開というか、コード進行が多いかなと思います。まず、ローラーコースターとかね、パワーコードでご了していく曲かなという感じ。で、14 Souls はどちらかというと、ギターポップ的な感じ。この頃結構ちょいちょい流行ってた、インディーポップというか、あの辺のね、結構キラキラした、周下まではいかないけど、結構音がでかい、ギターで結構ポップめな、コード進行でやっていくみたいな、ジャンルが流行ってたんですけど、その辺の影響があるかなと思ったりしますね。ロストコントロールとかね、完全にブロックパーティーのセカンドのね、曲調っぽい感じがあったりします。ロストコントロールはね、ロボ芸者っていうね、とんでも映画があるんですけど、その映画の主題歌になってましたね、というのもあったりしながら、このアルバムは悪くないかなと思います。悪くないっていうか、僕は好きですね。木下力の歌い方が結構変わっていくんですよ、これ以降。結構ここまで、このアルバムまでは結構もうギリギリの状態みたいな、もう逼迫した感じで結構歌ってたんですけど、この辺からはかなり開けた感じ、開けたイメージがあるかなと思いますね、っていう感じでございました。はい、第2期まではね、この辺でございます。僕が一番聴いてたアートスクールまでっていう感じですね。はい、これ以降のね、中堅と藤田さんが入った、アートスクールの話も、好評だったらしていこうかなと思います。はい、結構とっちらかっちゃってるかもしれない。はい、それはすいませんっていう感じでございます。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。それではまたお願いします。